刀剣刀剣は、その美目修霊なる用子から全官相手への長愛を受けた官人。相手の死後は牽政を失い自殺に追い込まれた。字は、聖教。刀剣は御師であった、東安氏の子として生まれた。当初は大使どねりとなったが、相手即位後は様々な官職を転任していた。前四年、相手は美目修霊な少年に成長した刀剣に心奪われ、 以後、刀剣は、三の男色相手として寵愛されるようになった。寵愛を受けた、刀剣は大芝に任じられ、妹を将棋として高級に迎え入れ、また妻もいる宮師侍法することが認められるという、破格の待遇を与えられた。三は、刀剣を寵愛することすこぶるで、彼を片時も側から離さなかった。ある日のこと、 共に昼寝をしていた二人のうち相手が先に目を覚ましたが、横には自分の衣の大きな袖の上に、刀剣がまだすやすやと眠っていた。ここで自分が立ち上がろうとすれば、刀剣を起こさざるを得ないが、それはいかにも忍びないと感じた相手は、人に命じて刀剣が横たわっていた方の袖を切り落とさせた。この孤児が男色の別称の一つである、男袖の由来である。 過度な寵愛は、刀剣一族に、経済的、政治的な恩恵が与えられたばかりか、刀剣の道木にまで少子が与えられた。その後相手は、刀剣をこうに封じた。反対した上将、上昇、王義美は、その後家蔵の御事のりを差し戻すという事態となり、王義美は、それが元で罪を得て投獄され絶食し命を絶っている。 また春行の古事を引き合いに前兆までも申し出たが、これは中将寺王に還元され撤回している。元と武器二年に相手が崩御すると、相手は刀剣に皇帝の侍住を託した。そこで王がフと皇太后を死に侍住を奪うよう進言し、王は武装して宮殿に入り刀剣から侍住を強奪した。これにより刀剣は政治基盤を失う。 ふとし公体号王氏は、当県を朝廷より遠ざけ、また年少との理由で大芝の職を説いた。この招職が出された当日、当県は妻と共に自殺した。なお彼の公認が大盲である。死後は、財産は没収され、一族は各地に流刑となった。ありがとうございます。